ゆうとさん、ありがとうございます。ゆうとさん、ありがとうございます。スイカさん、よっさん、ありがとうございます。ゆきねさん、ありがとうございます。ありがとう。今日は月曜日、月曜日、皆さん頑張っていきましょう。今週もね、今週も頑張っていきましょうね。おはよう、おはよう。よいしょ。今日も占いをしていきたいと思います。すごい長いやつあった。これにしよう。30分あるしね、今日は。よし。じゃあ今日の運勢いきます。12位から発表。あ、じゃあ11位から発表するか。あ、じゃあ12位からいきます。普通に12位はごめんなさい、獅子座のあなた、獅子座です。総合運、視野がぐんと広がったり、新しい考え方を発見できたりと、人から素晴らしい影響を受けることができる日です。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と積極的に関わってみてください。そして疑問に思ったことは素直に質問して、だって
でも星5、星ついてるこれ、星5で恋愛運、恋愛運は星3です。話を聞いてもらったり、一人では大変なことを手伝ってもらったりと、恋の相手に頼ってみるといい日です。すると二人の足並みが揃っていると感じられる瞬間がありそうです。その実感が進展の後押しになりますらしいです。なるほどなるほど。だってそして金運、金運星さん、お礼やお祝いなどのために予定外のお金を使うことになるかもしれない日。文句を言いながらお金を使うと金運は下がる一方、おかげさまという気持ちでいるとお金との縁が強くなる会話や交流ができます。だってさ、文句は言わない、文句は言わない。そしてラッキーアイテムはアイスクリームです。アイスクリームだって。そしてラッキーカラーはカーキ、カーキ色。カーキでした。というわけで続いて11位見ていきます。11位は、乙女座、乙女座のあなたです。総合運は4星4星4。普段は前向きに考えられることでも今日は悲観してしまいそう。しかし前向きな明るい人と関わればそれを防ぐことができます。それだけでなく、話してるうちに自分では気づかなかった魅力や能力を教えてもらえる可能性大。前向きな明るい人と一緒にいればいいんだって。そして恋愛運はなんと星1です。星1。恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなりすぎるかもしれません。まずはそんな日もあるのだと受け止め、そして今日の要求は満たされたら奇跡と思っておくと穏やかに過ごせます。なるほどね。今日は何も求めない。はようはよう。そして金運、金運は星3です。体力アップや健康のための運動にお金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって経済面での追い風が吹いてきます。ちょっと贅沢かなと思っていた道具やウェアなどを購入するのもいいでしょうらしいです。ラッキーアイテムはジャケット、ジャケットです。キーカラーは、キーカラーはグレー、キーカラーグレーだって。よし、じゃあいきますね、次。あ、やばい。じゃあ10位いきます。10位でね、10位はヤギ座、ヤギ座のあなた、私です。ヤギ座。じゃあ総合運は、総合運は星3。日頃の自分の頑張りを今日は思い切り褒めたりねぎらったりしましょう。すると今の自分に自信が持てて、これからの自分に希望を抱ける運気です。一人で好きなことを思い切りするか、すごく親しい人とのおしゃべりがおすすめ。なるほど。ですって。恋愛運、恋愛運は
星3、どんな相手とどんな恋愛をしたいのか、どんな魅力を身につけたいのか、それは自分の中で再確認すると思っている以上に輝きが増す日です。またできることは早速行動に移してください。恋の進展へと一歩近づけるはず。だって、なるほど。じゃあ金運は星4です。星4、今日のお金の使い方次第でお金との縁をとても強くできる運気です。大切なのは自分自身に厳しくなること。まずは朝のうちに今日一日の予算を明確にしてください。そしてそれを必ず守る過ごし方をするといいでしょう。なるほど、予算を決めるんだって。ラッキーアイテムはクリアファイル。そしてラッキーカラーはベージュだって。ベージュでした。9位は水瓶座のあなた。水瓶座、9位は水瓶座。総合運5、星5。たくさん褒められたり、いい意味で注目を集めたりしそうな嬉しい日。またあなたも周りの人の気持ちを自然に理解できるでしょう。自分の話をするよりも聞き役に回ったり、人のために動いたりすることでさらに好調な一日に。だって。そして恋愛運は星4。すぐ近くに恋のキューピッドになってくれる人がいそうな日。出会いが欲しい、好きな人と近づきたい、恋人にこれを伝えたいという純粋な恋心は包み隠さずに周りの人に伝えて、恋の味方が誰なのかすぐに分かるはず。そして金運星5。金運星5なんだ。自分よりもお金の使い方や貯め方が上手だと思う人がどんな風にお金と付き合っているのか観察してみて、歴史上の偉人のお金に関する名言に触れるのも丸。あなたとお金との関係がより良くなるヒントが見つかりそうです。ラッキーアイテムゴールドアクセ。ラッキーカラーゴールド。今日はね、ゴールドがいいって。水が目ざわ、もうすんごいゴールドだって。ゴールド、そして8位いきます。8位は魚座。総合運星2。気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がってくるなんてことになるかも。一人の時間をも長くとって気が向いたことを存分にするといいでしょう。恋愛運星2。恋の魅力を育てることができる一日です。ポイントは一人で過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、何をすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われていくことは気にしなくていいのだと思って。金運星4。偶然入ったお店で探していたものがたまたまセールになっていた。そんな風にラッキーに吸い寄せられていくような金曜の日です。金運の日です。金銭面もそれ以外のことも今日は直感のままに動いてみるのが運気を生かす秘訣。ラッキーアイテムはクリスタル。ラッキーカラーはマゼンダです。ラッキーアイテムクリスタル。ラッキーカラーマゼンダ。やばい、あと13分しかない。そして7位は牡牛座。7位は牡牛座のあなたです。
総合運は星2。すぐそばにいてくれる人たちが今日はあなたに喜びや気づきを与えてくれるはず。自分をよく見せようとせず、ありのままの姿を見せてください。笑うときに人と目を合わせると喜びはさらに大きくなっていきます。恋愛運星4。長所も短所もすべてひっくるめて魅力的だなと思える日。恋の相手に対しては愛情と理解が深まるのを感じられるでしょう。出会った相手にはあなたも自然体で接することができそう。笑い合うことで恋がぐんと上がります。金運、金運星3。友情や自由な時間などに対してお金よりもはるかに大切だという気持ちが強くなる運気。重要なのはどちらも大切なのだと忘れないこと。友情や自由時間を保つのもお金も不可欠だと確認すると、お金との縁も強くなります。ラッキーアイテムは指輪。ラッキーカラーはボルドーです。6位。6位はカニ座。総合運星1。今日のあなたは人に対してとても優しくなれるはず。見返りなど求めず、親切にしたり温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちにあなた自身の不安や心配が消えていくでしょう。恋愛運星2。出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと進展がスローな一日。このペースを楽しもうと思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て輝きが増していきます。なるほど。そして金運、金運は星1。予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日はできるだけお金を使わないようにするといいでしょう。どうしても今日買う必要があるのでわけではないと考えてみると良さそう。ラッキーアイテムはカットソー。ラッキーカラーはインディゴブルー。インディゴブルー、インディゴブルーだって。5位。5位はカニ座。あれ、さっきサソリ座だったわ。6位サソリ座でした、すいません。5位カニ座。総合運星4。真心を注げば感謝が返ってくる、そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから周りの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが運気を生かすポイント。恋愛運星4。励ましたい、力になりたいという気持ちが伝わると想像以上に愛される嬉しい日。最初から気の利いたことをしようとしなくても OK。 どうしてほしいと素直に聞いた方が好印象です。また出会いや復縁にも大胆に動いて丸。金運は星3。お金が増える嬉しい、ん？お金が増える嬉しい運気の日。臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは人を支える心がけ。自分のことよりも仲間や友達のことを優先してみて、また久しぶりの人に連絡をするのもおすすめです。ラッキーアイテムはハンドクリーム。ラッキーカラーはパープルです。パープルのハンドクリームね。そして4位いきます。4位は総合運3。4位は牡牛座。牡牛座の人です。総合運星3。悩みや迷いを吹き飛ばすような一言を年上の人からもらえるような運気。一人でうじうじと考え込まずに相談してみるといいでしょう。決して見栄を張らず、起きた出来事や自分の考えを正直に話すのがポイントです。はい。恋愛運は星4。あなたの声が順調に進むためにさりげなく力を貸してくれる人がいそうです。特に年上の友達や知人という可能性が高いでしょう。紹介の話は、迷わず受けて OK。 また少し耳の痛い指南もしっかり聞くと魅力アップにつながります。金運、金運星2。
もっと上手にお金と付き合う実力を高められる運気です。今日の自分のお金の使い方や貯め方などの欠点に気づいてもがっかりしないで、それが実力アップのためのヒント。年上の人と真面目な会話が金銭面での発見を大きくしてくれるはず。ラッキーアイテムは靴下。ラッキーアイテムはトマトレッド。トマトレッドの靴下。じゃあ第3位いきます。3位は伊手座のあなたです。総合運は星5。あなたの魅力や長所がまっすぐ周りに伝わる嬉しい日。尊敬の言葉や褒め言葉をもらえる可能性も大です。大切なのはあなたから笑顔を向けたり人に手を差し伸べたりすること。そして誰に対しても同じ態度で接してください。恋愛運星4。出会いに近づいたり、恋の相手との関係が進んだりするための情報が入ってきそうな運気です。最近連絡を取っていない友達や知り合いにあなたからコンタクトを、情報をどう生かすかは慌てずによく考えを練ってください。金運星3。興味が湧いたことにことや気になったことについてお金を使うと、今後さらにお金を増やしていくヒントを得ることができそう。どういうことだろうと感じたら徹底的に調べてみてください。有料の情報が役に立ちそうです。ラッキーアイテムはスニーカー。してラッキーカラーはパステルイエロー。じゃあパステルイエローのスニーカーですね。ということで第2位いきます。第2位は双子座です。双子座のあなた、総合運は星3。幸運をもたらすインスピレーションに恵まれる日。ふとひらめいた場所に足を運んだり、気になったことの情報を調べたり、顔を思い出した人に連絡を取ってみたりして、今後の毎日がさらに楽しくなるためのヒントを発見できそうです。恋愛運星5。お互いに一瞬で恋に落ちる相手であったり、友達や同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり、最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性あり。こうしたらいいかもと少しでも思ったことは全て行動に移して。だって恋愛運が最高みたいですね。そして金運は星2。知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方その分の支出を減らす節約も忘れずに、その両方ができるとお金とのつながりをぐんと強くすることができる運気です。ここは諦めると決めたら徹底的に節約をすると丸。ラッキーアイテムは男女兼用の小物。まあ男女兼用だ、どっちも使えるみたいな。ラッキーカラーアイボリーかでして、じゃあ1位いきます。1位は天秤座です。総合運は星1。落ち込んでいる人を放っておけなくなるかも。実際に話を聞いたり手を差し伸べたりすることで大切な絆を育てられるでしょう。ただアドバイスをすると歯車が噛み合わなくなるかも。相手が望むことだけをしてください。恋愛運は星5。理想以上に幸せな展開が待っている可能性大の恋愛運です。特にちょっとした駆け引きをするとそこから一気に会話や空気が盛り上がっていくでしょう。相手の気持ちを試すのではなく、意味深な言葉から甘い会話を盛り上げて。だって意味深な会話。金運星4。人付き合いの場面で少しでも出費を減らしたいとケチな考えを持たないことが大切。
人とのつながりを大切にして使うべきお金はしっかりと使う。そう考えているとお金があなたに流れ込む水門が開かれる日です。ラッキーアイテムはラインストーン。ラインストーンって何？ラインストーンだって。ラッキーカラーはチャコールグレー。なんだっけラインストーンって。今日はそんな感じでした。どうでしたか？よいしょ。それでは今日の占いはロングバージョンでした。にゃん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 。スワロフスキーみたいなやつ。ああは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 あ。デコるやつね。よし、じゃあランキングを読んで終わりにします。13位ジェリーさん、12位お金持ち先生さん、11位ダーヤマあやね大福さん、10位 YSA73 さん、9位トワ7レンジャーさん、8位ノリーあやね大福さん、7位くまくまちゃんあやね大福さん、6位鍋公式7レンジャーさん、5位つばっちあやね大福さん、4位やすさん、3位夏目あやね大福さん、2位すいかあやね大福さん、あ変わった変わった。2位ゆうたあやねちゃんのことが大好きですさん、1位すいかあやね大福さんです。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。じゃあ今日は次はお昼です。お昼の配信で会いましょう。今日もよろしくお願いします。朝からありがとうございました。みんな月曜日1週間今日から頑張ってください。ではまたねー。またねー。まだ早いか。あバイバーイ。ありがとう。バイバーイ。こんにちは。こんにちは。やばい寝ちゃった。寝てしまった。お、S さんありがとうございます。ありがとうございます。すんごい寝ちゃった。やばい、気づいたら11時58分なんだもん。やばい、びっくりした。ゆうたさん、ありがとうございます。しいかさんも、ありがとうございます。ありがとうございます。しいかさん、ありがとうございます。いやー本当に寝てしまったわ。大変大変。間に合ってよかった。父さんありがとうございます。いやびっくりした。びっくりしちゃった。
てもらっちゃった。ああ大変。今日スイカさんのお誕生日なんで一言ください。あ、そうなの、お誕生日おめでとうございます。スイカさん、たくさんのスイカさんがいますが、いつもありがとうございます。ハッピーバー。よいしょ。あ、お父さんありがとうございます。よし。そうなんだ、今日誕生日なんだ。へえ、おめでたい。そりゃおめでとう、おめでとう。いやー大変だ。うん、あずみさんありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。えい、といおいしょ。こんにちは、こんにちは。いやー、やばいやばいやばい、すんごい寝ちゃった。いやー寝起き、そうだよ、寝ちゃった、びっくり。そう、7時半から朝配信して8時までやったじゃん。その後普通に朝ごはん食べて、うん、でなんか12時まで、あー結構時間あるなーと思って、なんかゴロゴロしてたのよ、ベッドで。そうしたら時間だった、びっくりした。よく起きたね、よく起きたよね。もうギリギリセーフなんですよ、ギリギリセーフ。えらい、えらい、いや本当にえらい。今日はなんか花粉もすごいみたいだし、ニーに戻ってきた。あ、そうニー、あ、ありがとうございます。やったー、ニーだ。こんにちは、お疲れ様です。奇跡的に起きた、そう奇跡的に起きたんですよ、やばい。夢見てました。夢ね、見てないと思うんだよね。なんか夢、なんか一瞬だった気がする。なんか一瞬の気持ちだったから、あ、まだ10時ぐらいだろうなと思って起きたら11時58分みたいな。
終わったってなりましたね。終わりんちょ。1,2,3 位が配信中。あ、そうなん。58分で起きるのは奇跡。そうね、びっくりした。前回はさ1位だけしかさ最終審査残れなかったけどさ、今回は3位の中からだもんね。優しくなったね。姉ちゃん大きめの寝坊ってしたことありますか？大きめの寝坊、あ、めちゃくちゃある。すんごい大きい寝坊ある。あ、よしさんありがとうございます。ありがとうございます、よしさん。あ、愛が入ってない。ありがとうございます。そう、でもお仕事ではないかな。なんか学校とか、そう学校で こんにちは。昨日走らないと聞いた。あ、ありがとうございます。どうでしたか？喋れてたかな？本当にランちゃんとほぼ初めて喋ったんですけど、ランちゃん本当にいい子、マジで。そう、めっちゃ仲良くなりたいけどね、なれるかな。こんにちは。でもね、これから多分レッスンとかで一緒になるから、そう、その時にね、いっぱい仲良くなれたらいいな。50代完了。あ、ありがとうございます。
にちは、こんにちは。楽しいチーム系になりそうね。すごいチーム系で、でもマジでいい人しかいないし、どこのチームもそうなんだろうけど、いや本当なんか全然なんか楽しみです。その K すごい不安、なんかなんだろう、あなんか馴染めるかなって思ってたけど、でも全然楽しみです。終焉に大福、ごちそうさま、ありがとうございます。髪隠れてて短く見える。確かに本当だ、短い。なんかでもやっぱ短い方がなんだろう、安定感あるわ。ユーナもいるし、あそう確かにね、そうめっちゃエイトメン仲いい子しかいないし、すごい。何の声になるか楽しみね。そうなんですよ、みんな新公演お楽しみに。いやめっちゃいい感じになると思う。うん、私楽しみです。桜で、桜の後ろに隠れる。あ、なくなっちゃった。今日は暑くないですか？いや暑いのかな、わかんない。でもめっちゃ暑そう外。外出たくないもん、こんな花粉が元気そうで。こんにちは、こんにちは。よいしょ。鼻声は花粉のせい。そう、多分鼻声に聞こえるなら多分鼻声ですね、それは。鼻声じゃない、花粉のせいですね。うん、風邪とかじゃないです。なんかさ、毎週さ、しいたけ占い、しいたけ占い知ってますか？しいたけ占いっていうのがあるんですけど、毎週月曜日に1週間分の占いを送ってくれるんですけど、なんかそれが LINE じゃなくて、なんかメールマガジンに切り替わるらしくて、
登録したんですけど、登録したんですけど来ないんですよね。っていうちっちゃい悩み。違うメアドでやってみるか。よいしょ。さあ、これできたかな。どうだろう。そうなんか毎週月曜日はそのしいたけ占い見るのがちょっと楽しみだったんですけど、でもねなくなっちゃうの寂しいよね。まあ、メールで来るからいいんですけど、でも来ない、まだ来ない。まあそんなすぐ来ないか。違うわ。4月からか。ん？4月から変わるんだって。じゃあ4月にならないと来ないわな、そりゃ。4月からだって。じゃあ。勘違いしてたわ。来週からってことで、そう、来週でした。全然そりゃ来ないわ、4月からって書いてあるのに。やば。2つも登録しちゃった。今週分は普通に LINE に載ってました。全然 LINE で見れました。今週分は後で見ます。それは来ないわけだ。こんにちは、こんにちは。来週から楽しみ。そう、来週から楽しみだね。
公式生写真ロングの愛日になるのいつ頃からかな。いつだろう。でも結構生写真撮ったし、逆にもうショートに戻る頃にまた生写真撮りそう。逆に こんにちは。50大福3周お、ありがとうございます。今更だけど舞台決定おめでとう。お、ありがとう。ねえ、どんな感じになるんだろう。3週アンドカウント完了しました。ありがとうございます。でもやっぱ髪がさ、手に触れるとこにあるとさ、触っちゃうわ。なんかこの辺で、下の方で。こんにちは。そろそろだね。はい、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位、和田ちゃん、あやね大福さん。12位、 YSA73 あと授業中今日も頑張ってさん。11位、シンジウムさん。9位、くまくまちゃん、あやね大福さん。9位、お金持ち先生さん。8位、のりやね大福さん。7位、鍋公式7レンジャーさん。6位、よしさん。5位、夏目あやね大福さん。4位、スイカあやね大福さん。3位、やすさん。2位、ゆうたあやねちゃんのことが大好きですさん。1位、お父さんあやね大福さんです。ありがとうございます。よし、というわけで次は何時だ。次は6時5分、6時5分ですね。じゃあまた夕方にお会いしましょう。今日月曜日か。月曜日だね。また星集めしてきます。ありがとうございます。じゃあそれではまた夕方に。バイバーイ。
ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。よいしょ。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。ちょっとメイクが途中なので、とりあえずメイクします。ゆうたさん、ありがとうございます。よいしょ。これはピンク、これはピンク、これは赤、これはピンク。ありがとう。メイク配信あ、お父さんありがとうございます。ありがとう。うん、ヤスさんありがとうございます。うんふん、おはよう。ほーっと、あ、落ちた。ほい。じゃあね、アイラインでも引いていこうかな。じゃあ次は左目を引きます。よし。そしてビューラーをします。
たら、マスカラで上げます。左も入れていきます。はい、目力アップ、そしてこれをホットビューラーで揚げていきます。カチン。さあ、温まるまで待ちます。目の下のアイシャドウを濃くします。そしてアイラインをちょっと伸ばします。よいしょよいしょ。目大きくなった。そして下まつげを下まつげを ボリュームアップさせます。あ、やばい。やばい、目の下についた。
まあいいや。よいしょ。ビューラーね、まつげをあげます。よし、分かった。よし、よしよし、いい感じ、いい感じかな。完成、顔が完成しました。イエイ、顔が完成です。いい感じ？いい感じかな？個人的に髪暗い方が好き。本当？ありがとうございます。やったー。リップも映えてる。そう、リップ映えてる。お疲れ様です。お疲れ様です。ツイッターの更新音、あ、あれできるよ。シュッシュッシュッ、あれシュッシュッ、もっといくんだけどな。シュッ、あ、いい感じ。うまい？特技、特技、これ特技になる？
本当？じゃあこれ披露していこうかな。じゃあこれから書くね、特技なんですかって言われたら、シュッシュッ。でもね、ちょっとね、ムラがあるんだよね。なんかもっともっと綺麗にパンっていくんだけど、シュッ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 。じゃあ特技にしていこうと思います。次7時か。ええ音、本当？こんばんは、こんばんは。今別の端末で聞いてみたら思ったより似てて笑った。あ、本当？ちょっと流し、ちょっとさ、やってみたいわ。どっちが似てるか。いくね、いきます。おお、聞こえる？シュッ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 。ちょっとね、もうちょい練習だね。パの練習、パパパ。こんばんは、こんばんは。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。
もうロング見慣れてきたかな、どうだろう。私はちょっとまだ見慣れないかもしれない。ちょっとでも見慣れてきたけど、ツイッターでシューパーやったら似てて笑ったそう似てるんだよ、結構似てるんだよね。いやみんなもやってみたらできると思う、意外と簡単。シューパーは全然めっちゃ簡単ですよ。パがむずい、パが無理、パが難しいのかな。なんか空気を出すみたいな。次の配信はちゃんとかわいいかわいい格好しよう。30分で用意できるかな。にゃわわわわ、まつげ長い、そうそれはそう、まつげは長い、まつげは長いんじゃ、ずっと。チャームポイント、そうチャームポイント、アイデンティティ、アイデンティティってやつ。小林ランちゃんもまつげ長いから今度比べてみ、あ、ランちゃんより長かったよ、ラジオの時比べたけど、そうランちゃんより長かったです。イエイ、
公園の照明でまつげの影できるもんね。え、そうなの？そう思う？そう思ってるの？そうなんだ。そうなのかな？こんばんは、こんばんは。いや。6時半か。6時半だに6時半だにルル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 これ35分までだっけ？ちょっと見よう。お、35分まで。ということは、もうランキングを読んでいきまーす。13位、いちみさん。12位、みるさん。11位、わだちゃん、あやね大福さん。10位、YSA73 さん。9位、やすべえさん。8位、のりあやね大福さん。7位、お金持ち先生さん。6位、あやね。あ、違う、夏目あやね大福さん。5位くまくまちゃんあやね大福さん。4位ゆうたあやねちゃんのことが大好きですさん。3位お父さんあやね大福さん。2位やすさん。1位すいかあやね大福さんです。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ次は7時10分、7時10分なので、またその時にお会いしましょう。7時10分です。次の配信はどうしようかな。お絵描き、お絵かきとか、お絵かきとかするか。こんばんは。はい、あと2分ぐらいですね。あと2分。おつ。みんなに聞いたアンケートもね、アンケート、あ、おすすめ漫画紹介もいいね。おー、クイズなぞなぞ、まあ、メイクは今ちょっとやったから、まあとりあえずお絵かきとか、お絵かきとかするか。お絵かきして、とりあえずこんな感じでやっていきたいと思います。それではまた7時10分にお会いしましょう。バイバーイ。よいしょ。こんばんは。やっほー。こんばんちゃ。こんばんは。よいしょ。ちょっと着替えただけ。着替
着替えただけ。お、ゆうたさん、スイカさん、ありがとうございます。よいしょ。ゆうたさん、ほい。スイカさん、スイカさん、スイカさん、はい、ありがとうございます。ダイヤマさん、ありがとうございます。ダイヤマさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。すごい、2位だ。2位になってる。ありがとう。お、お父さん、ありがとうございます。ありがとう。胸と、ありがとうございます。2位、嬉しい。あ、やすさん、ありがとうございます。ありがとうございます。接戦ね、接戦だね。そう、3位になれるだけでもね、嬉しいのに、ありがとうございます。50大福完了、ありがとうございます。じゃあ、あ、お絵描き、今日もお絵描きしていきたいと思います。よし、よいしょ、よいしょ。お絵描き配信、よし。じゃあ、なんか書きます。なんかありますか？書いてほしいものあったら言ってください。こんばんは、こんばんは。コバトン、コバトンむずいぞ。コバトン、ちょっとコバトン、じゃ頑張って書いてみよう。コバトン、コバトンどんなんだっけ。全然違う気がする。なんだっけ。でもそれっぽい、ちょっとそれっぽい。絶対違うけど、わからんけど。
わと思う。ちょっとね絶対違うよね。でもこんな感じです。かわいい本当。じゃあ次、でもかわいい、トガヒミコ、トガヒミコ、トガヒミコどんなん？トガヒミコ、トガヒミコ。トガちゃん、トガちゃんやばいよね本心今。すごいじゃん、もう覚醒しちゃってるじゃんトガちゃん。トガヒミコ。こんな感じのはず。トガヒミコ、なんかあんま可愛くないトガちゃん、あんま可愛くないトガヒミコができた。トガちゃんどうなっちゃった。トガちゃんこんばんは。目がねあんまりちょっとあんまよくわかんない。よき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 トガちゃん。そうでもトガちゃんって言われてみればトガちゃんだよね。エイトくん、エイトくんでちっちゃく書いとこう。エイトくん、雑雑エイトくん、エイトくん、白かったっけ。次は凪なる。凪なるね、凪なるは可愛いど。
ぎなるはちょっと気合い入っちゃう。なぎなる、じゃあとりあえず今なぎちゃんを描きます。お目目くりっくりのね、かわいいなぎちゃんを。お目目クリンクリン、お目目クリンクリンなぎちゃん。ちょっと最近ね、メイクで釣り目にしてるんですよね。本当になぎちゃんもね、もうお顔がちっちゃくて、最近なぎちゃんもボブですからね。よいしょ。かわいい。あのバトフェスのね、バトフェス公演のさ、なぎなるの写真が本当に可愛くてびっくり。で、クラノーさんね、描きますね。ちょっとなぎちゃんをフェース配分を間違えたかもしれない。なぎちゃんを大きく描きすぎた。なるはね、逆にね、こうまん丸、まん丸お目目の、もうキュンキュンって感じの、キュンキュンキュルンキュルンちゃんなのでね。もう本当にお目目がまん丸、本当に。本当におめめまんまる子ちゃん。キュルンキュルン。あら、ちょっと輪郭が。輪郭が違くなっちゃった。よいしょ。ちょっと輪郭が違いますが、私のミスなので、私が「お、なぎなる、なぎなる」。さあ、どっちがなぎでどっちがなるでしょう。あ、かわいい、かわいいよね。なんかなぎちゃんの顔小さすぎたわ。そう、こっちがなぎで、こっちが
なるでーす。うまい、うまい。じゃあ次、エリナナセ、エリナナセ、わかりました。エリナナセね。おしゃれに描くわ。エリナナセ長いからな、絵が、あの身長が。お、とりあえずエリちゃんができました。とりあえずエリちゃんができました。やん、おしゃれ。じゃあ七瀬もね、描きます。
なんかちょっと底辺点だな、底辺だな、ちょっと。まあこんな感じでね、こんな感じなのでは。七瀬できた。適当適当、てか変ななっちゃった。すごいすごいやろ。なんか七瀬のが大きくない？エリちゃんのがでかいんだけど本当は。かっこいい、かっこいいですね。おしゃれですね。そう。次、デザイナーさんですね。そうですか。顔のパーツあえて描かないというやつなんですけど、センター記念にひーちゃん、あ、ひーちゃんね、ひーちゃんもな、おしゃれに描きたいな。ひーちゃんどうしようかな。ひーちゃん、ひーちゃんね、オッケー。ひーちゃんもね、激まつげ長いからね。絵描き直したすぎる。描き直そうかな。なんかおしゃれなピアスついてて、前髪はこんな感じでおしゃれな感じになってて、なんか韓国だからチークとかはハートにして、
んな感じかな。なんかレースとかつけとけばそれっぽくなるかな。レースつけてこんな感じで、みーちゃん髪にキラキラしとこう。もうひーちゃんはもうキラキラって感じ。マジセンターおめでとう。ついに来たね、ひーちゃん。どうなんだろう、ひーちゃん。でもひーちゃんっぽさはある。ひーちゃんどう？なんかやっぱファッション誌多いから、すごいファッション誌っぽくしようと思って。キラキラどう？じゃあ前髪がちょっといい感じに、ひーちゃんっぽいよね。よいしょ、キラキラです。イエイ。あ、38分。じゃあもう終わりにしないと。ひーちゃん、あ、でもちょっと可愛くできたんじゃない？そう、ほっぺハート、ほっぺハートにしてできました。かわいい。あ、危ねえ、事故った。よいしょ。というわけで、そろ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 ね、終わりにしたいと思います。あ、1位だ、すごい。1位です、ありがとうございます。すごい、みんな1位にしてくれてありがとうございますね。無理しないでね、お願いします。あ、スイカさんがタワー2つくれました、ありがとうございます。スイカさん、スイカさん、スイ、ありがとう。よいしょ、ちょっとね、そろそろ赤に。スイカさん、ありがとうございます、ありがとう。よいしょ。というわけでランキングを読んで終わりにしたいと思います。13位ごめん先生さん、12位ショートさん、11位やすべえさん、10位キッシーあやね大福さん、9位お金持ち先生さん、8位くまくまちゃんあやね大福さん、7位夏目あやね大福さん、6位金坊さん、5位お父さんあやね大福さん、4位やすさん、3位ダイヤマンあやね大福さん、2位ゆうたあやねちゃんのことが大好きですさん、1位スイカあやね大福さんです。ありがとうございます。それではまた次の回でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。こんばんは。やばいやばい、いつの間にか15分過ぎてた。こんばんは。あ、普通にしてみた。イエイ。うん、スイカさんありがとうございます。スイカさん、あ、普通、あ、いや、カタカナで書いちゃった、カタカナで書いちゃった、すみません。スイカさんありがとうございます。ゆうたさんもありがとうございます。ありがとうございます。わー、チッキパーパーちゃん、みんな TikTok 見た？
徳はどうやったら流行るんでしょうね。もうわからない。お父さんもありがとうございます。ありがとうございます。よいしょよいしょ。やすさん、やすさんありがとうございます。やすさんありがとうございます。どうしよう。こう、一般やる。そうか、みんな最初はこんなもんか。って思っておけばいいのかな。こんばんは、こんばんは。なんかすごい髪の毛出てる。こんばんは。こんばんは、こんばんは。フォローしました、ありがとうございます。お、1位ありがとうございます。ね、1位ありがとうございます。みんなね、そんな無理しないように楽しくやってください。お願いします。TikTok でどうやったら流行るんだろうってすごいみんなの見てたんだけど、わかんなくて、何が違うんだろう、顔と思って、顔がいけないのかしらって思ってたら18分になってた。あら、髪型かわいい。そう、髪型変えました。うん、何がいけないのかなと思って、 何したらいいんだろうと思って、って思ってたら、そう、18分になりました。
メール送ろう。流行り物に乗るには、流行ってるやつやってるつもりなんだけどな。流行ってないのかな。とりあえずメールを送ります。よし、メール送った。お、シンジームさんありがとうございます。新曲かっこよかったね。新曲めっちゃかっこよかった。すごいね、なんかすごいめっちゃかっこよかった。うん、いいね。衣装も可愛くてね、めっちゃかっこよかったですね。もうみんな髪型も可愛くて、うん、よかった。すごいかっこよかったですね。元彼ですね。だからみたいな。おう、なんかすごい、ね、なんか可愛さもあるしみたいな、かっこよさもあるしみたいな感じでしたね。黒マスク
黒マスクいなかったね。大西マスクしてなかった。すごい。約1年ぶりのライブ。あ、日曜日？日曜日。そうですね。全体では。確かに全体？全体？そっか。そうだね。みんなでやるのは久しぶりですね。お疲れ様です。お疲れ様です。もう今週コンサート、そうだね。そっか、今週の日曜日か。なるほど。そうだわ、そうだわ。今日月曜日だもんね。神奈川ツアー以来、そうだね、神奈川ツアー以来ですね。確かに。楽しみですね。何歌うか、何歌うんでしょうか。お楽しみに。あ、くしゃみ出そう、くしゃみ出そう、くしゃみ出る、くしゃみ出る。よし。秋玉古墳公園、秋玉古墳公園、まつげ素晴らしい。あ、本当？そう、まつげ素晴らしいんです。まつげ、まつげ良き。こんばんは、こんばんは。みーちゃんの青かっこよかったね。え、あれ紫だよ、髪。みーちゃんの髪紫だよ。
なんかすごい、でもおしゃれな曲だったね。すごいおしゃれおしゃれって感じ。おしゃれ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 。いやかっこいい、いやかっこいいね、かっこいいね。いやーいいね、みんなみんなかわいい、みんな美女が良いですね。あずっきーかわいい、あずっきーかわいい。ズッキーってなんでこんな、なんかズッキーってもう愛しいよね。なんかもうかわいい、キャインってなっちゃう。うん、みんな可愛いけど。あら千葉エリー可愛い。足長。あ、でもひーちゃんちょっと青っぽいんだね。青紫みたいな髪色なんだね。いやいいですね、めっちゃいい、かわいい。そう、なんかナナさんの衣装いいね。逆にエロい。キャワこんばんは、こんばんは。何おしゃれ。今日はこれは何時ま、45分までですね。次は23時半からまたお風呂に入れるといいな。お風呂に入ってからできたらいいなと思いますですね。明日は、あ、これは明日は昼間お仕事なので、まあ多分昼間からとかになっちゃうと思うのですが、
り2分、あとね5分ぐらいあります。新チーム公演ね、新チーム公演楽しみ。縮小すると変な顔になるからやめて。いいよ変な顔で。よし、じゃあランキング読んで終わりにしたいと思います。13位お金持ち先生さん、12位ネバーストップ、その雫は未来へとつながる虹星になる子さん、11位安部さん、10位のりやね大福さん、9位鍋公式七レンジャーさん、8位金坊さん、7位くまくまちゃんあやね大福さん、6位ミルキーさん、5位ヤスさん、4位スイカエネダイクさん、3位お父さんエネダイクさん、2位シンジウムさん、1位ユータアイリちゃんのことが大好きですさんです。はい、というわけで次は23時半です。23時半です。ということでまた後でバイバーイ。バイバーイ。だねー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お、やすさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お、スイカさん、ありがとうございます。はい、うん、お父さん、ありがとうございます。
院長お疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様、みんなもお疲れ様です。なんとお風呂がね、お風呂を入ろうと思ったらパパが入ってて入れなかったんですよ。なのでね、これが終わったらね入りたいと思いまーす。なんか普段はいつも全然パパもっと早く入るんですよ。なんか全然油断してたんですけど、なんか今日はそうなんか遅かったみたいで、そう、って嘘やろと思って、入れなかったです。明日の予定、明日の予定を、てかさっき書いてさ、ひーちゃんさ、ちょっと普通に可愛いなと思って、ちょっと色塗ろうかなと思う、初めて来た、多分塗んないけど、ちょっと普通に可愛いな、よくできたなと思っている。じゃあ明日の予定を発表します。明日29日だよね。明日はちょっと昼間お仕事なので、明日はちょっと時間を刻んでいきます。間違えた。こんな感じかな。こんな感じで行きたいと思います。
ちょっと少なくなっちゃうんですけど、まあちょっとこれでいってみようと思います。明日はねちょっと糞を刻んでいこうと思うので、はい、ですね、こんな感じになります。よろしくお願いします。また後でツイッターとかインスタにも載せるんですけど、とりあえず、まあ、即席でこんな感じです。なんか755でさ急に言ってみたんだけどさ、ちょっとおでこ広くなりたいなって思って、そのおでこ狭いんだよね、おでこって思ったのよね、急にふと。まあいいんですけど、今のおでこでもうちょい広かったらなーって思った、一瞬。まあ明日には忘れてるだろうけど、自分も。今日4日目終わり？今日4日目？すごーい。お、ゆうたさんありがとうございます。ちょっとね、もうだんだん貼るところがなくなってきまして、ありがたいことに。ちょっとね、1位キープしてる、そう、1位をキープしております。ありがたい、ありがたいです、ありがたい限りだ。ありがたか橋、確かにありがたか橋じゃん、ありがたか橋、イエーイ、ありがたか橋です。TikTok の背景、そう、これになってる。そう、 TikTok もここで撮ってるから、そう、背景がハートになります。
よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。明日も頑張ろう。明日もよろしくお願いします。じゃあなんかお絵かきしようかな。なんかある人いますか？お絵かき。なんかこのイベント中久々になんか絵を描いてるから、なんかちょっと楽しくなってきた。やばい、来た来た。何が？あ、ゆうたさんありがとうございます。スイカさんありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、スイカさんありがとうございます。よいしょ。配信中のなぎちゃん怖い。なんで？心霊やってる？心霊系やってるの？なぎちゃんそういうの好きだから。オカルトエイトなんで私たち、なぎちゃんとぎょうちゃんと。なんかお絵かきします。それまでひーちゃん出しとこう。
チリニャンさんありがとうございます。よし、チリニャンさんありがとうございます。よいしょ。おー、いいね、いい感じだね、ハートが。初見です、初見です、ありがとうございます。初見です、違うな、なんかもうありがとうって言っちゃったけど。満開、桜満開。じゃあ大西さんでも書くか。大西さん、下もね、結構クール系に見えて目パッチリしてますから。私はスカートだった気がする。あ、ちょっと全然うまく描けなかった。すごい下手くそ。やだ、下手くそ。ちょっとやだ、これはダメ。はじめまして。はじめまして。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ今日もみんなにありがとうを伝えるわ。
しょ。できた。ありがとう。ありがとうございます。今日もちょっと簡単ではありますがありがとうを書いてみました。今日もありがとうございます。可愛くできた。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あと4日、いや29、33、あと3日、あと3日です。おやすみおやすみおやすみみんじみおやすみ。明日か明後日ぐらいにはコスプレしようかな。あと3日だし、明日か明後日か最終日もやる、やろう、やりたいな、どうしようかなって考えてます。わーい。カラオケ配信もう一度見た。あーカラオケ配信、確かにカラオケもやりたい。そうですね、カラオケ、カラオケしよう。カラオケも30、31にできそうかな多分。コスプレカラオケ、あ、それはそうだね、そうしよう。猫の話、猫の話もね、できたらいいですね。なんとなく話せちゃってるから、そう、話すことなくなったら猫の話しようかな。猫猫猫。じゃあ3分前なのでランキングを読んで終わりにしたいと思います。13位りょうたあやとりももおしさん、12位 YSA73 あっといつも配信してくれてありがたかはしおやすみさん、11位やすべえさん、10位きんぼうさん、9位くまくまちゃん、 N 大福さん、8位お金持ち先生さん、7位のりや N 大福さん、6位なべ
公式ナナレンジャーさん、5位お父さん姉大福さん、4位チリニャンさん、3位ヤスさん、2位あ、出なかった。3位ヤスさん、2位スイカ姉大福さん、1位はゆうたあにちゃんのことが大好きですさんです。今日も皆さん、たくさん楽しい楽しい話をありがとうございます。楽しい時間をありがとうございます。みんなもね、もう遅い時間なのでゆっくり寝てください。それではまた明日も元気に頑張っていきましょう。それではバイバーイ、またねー、バイバイ、ありがとう、おやすみー。